カミロ・トーレス。カミロ・トーレス・レストレポは、コロンビアのカトリック教会司祭、解放の進学の先駆者、ラテンアメリカで、最初の社会学部の共同設立者で、ゲリラ組織民族解放軍のメンバー。彼は、その一生を通して、マルキシズムとカトリシズムとを調和させようと試みた。1929年2月3日、コロンビアのボゴタで、 ホルヘカミロ・トーレス・レストレポは生まれた。彼の両親、父で医者のカリスト・トーレス・マーニャと母イサベル・レストレポ・ガビリアは、リベラルなブルジョア階級の裕福な家族の出身だったと思われる。彼は両親に連れられて、ヨーロッパへ行き、ほんの2年間過ごしてから1934年に帰国した。3年後の1937年、両親は離婚し、 カミロと兄弟のフェルナンドは母のもとに残った。彼は、ボゴタのロサリオの聖母学院を教員たちの間違った教育課程への避難が原因で退学させられ、1946年にリセオデセルバンテスで中等教育課程を修了した。コロンビア国立大学法学部に入学するが、そこでは一学期が訓練のみで、ボゴタのコンシリアール神学校に転校した。 そこでは7年間学び、それは彼が社会の現実に関心を持ち始めた時期だった。トーレスは1954年に司祭に除外され、ベルギーのルーベンカトリック大学での勉学を数年続けた。彼はコロンビアに戻った時、貧困の原因と労働者階級について積極的に支援しなければならないと、より一層感じた。カミロ・トーレスは、 社会正義を確立するためには、キリスト教徒には武装闘争に加わる義務があると信じた。彼は、コロンビア国立大学の学者の一員として、1960年、オルランド・ファルス・ボルダたちと共に、ラテンアメリカで最初の社会学部の設立者となった。学者時代のいくつかの学生運動と政治運動との関わりは、彼に特に、 コロンビア政府と、教会自体からの多くの反対者だけでなく、大規模な支持者をももたらした。彼の急進的な政治思想を取り下げさせようとする、増大する圧力から、トーレスは、弾圧を受けていると感じ、学者としての仕事を辞め、コロンビアのゲリラに加わることで地下に潜った。彼は、マルクス主義キリスト教徒の視点からの霊的な援助と、インスピレーションをも提供したエルンの、 下級メンバーとして働いた。彼は、エルンが、コロンビア軍を待ち伏せ攻撃した。彼の、初めての戦闘で殺害された。トーレスは、その死後、エルンの公式の殉教者とされた。おそらくよりよく知られた彼の言葉は次のものである。もしイエスが生きていたら、ゲリラになっていただろう。1970年、ドミニカ共和国で、 境界聖職者と大学生を含む革命組織がコーケットの名のもとに設立された。これはコマンドレボリューショナリオ、カミロトレスを意味する。ありがとうございます。